皆さん、今日も一日お仕事お疲れ様でした。さあ、釣りに行きましょう。わーい。さあ、今日はすっごく久しぶりのエギングです。春のアオリイカを釣りたいと思います。できれば1キロオーバーを狙いたいです。今回の選抜メンバーをご紹介します。いっぱい持ってきた。なかなか釣れないからエギだけが増えていくんです。私ほら、なんか結構いい色合いのは揃ってるんですけど、釣れないんです。なかなか下手くそだから。これお気に入り。あっちも可愛いよね。えぎって見てると可愛くなってきません？集めたくなっちゃうよね。綺麗だし。靴履き替えました。さすがにヒールは危ない。まずはこの色、赤字。私の不得意とするエギングですが、今日は釣れそうな気がする。釣れますようによろしくお願いします。今日フォローの風だから天候は私の味方してくれてる。あ、すごい飛んだ。ありがとう風。なかなか釣れないんですよね、エギング。今日は仕事が早く終わったのでちょっと遠出をして、いや結構遠出してやってきました。風が横からになったな、急に。違った。エギングは私が不得意とする釣りなので、今回も釣る前にいっぱい上手な人の動画を見てきたんですよ。そしたら春のアオリイカってなんか結構のんびりそこの方でこうご飯が来るのをじーって待ってる子が多いらしくて、秋のすごいご飯めっちゃ食べる時期とは全然違うらしいので、なんか私向きなのかなって思った私あんまり底取りとか上手じゃないから、多分そこにペタってついてしばらくじっとしてるんですよね、私のエギってなんかそういうのにこう食ってくる子がいるらしいので、釣れたらいいな。のんびり屋さん、のんびり屋さんなのかな。今のところ当たりは全くないですね。おいしい春のアオリイカをみーちゃんやぼこたに食べさせてあげたいんですが、何度も言うようですが、本当に私イカ釣れないみんなすごいですよね。羨ましい。前イカ何料理にして食べようとかって考えてたら釣れた気がしたんだよな。あ、イカリングとか食べたい。揚げ物おいしいよね。お刺身もいいけど。みーちゃんにイカ爆弾作ってもらおう。ヘルメットかぶって。エギングでなかなかイカが釣れませんが、しかしこんなこともあろうかと、今日の私は一味違うんだ。じゃーん、ぶっこみ釣り持ってきた。これならきっとなんか釣れるだろう。しかも2本だし、エギングしながらぶっこみ釣り、三刀流だ。背中の傷は剣士の恥だ。実はさっき足元に大きいスズキがいたんですよ。あ、餌はアオムシです。スズキってアオムシ食べるよね。ワンちゃん来るんじゃない？何か釣れますように。どの辺に落ちたか全く見えない。ちょっと寒くなってきたから上着着た。髪の毛で見えない。可愛いでしょ。にゃんこ先生。魚捕まえるならにゃんこ先生かなって。イカか。当たった。ぶっこみ釣りの方が当たった。うわ、ボラだ。ボラ？でもさっきからすごい大きいスズキもいたんだよね。どっちだったっけ。かじられてる。うん。かじられてるね。あとちょっとのとこだったんだけどな。こんな感じ。半分ぐらい食べてますね。風が横からになったな。さっきまで後ろからだったのに。ぶっこみが、あ、当たってる当たってる当たってる。えい、やばいやばいやばい。やっぱりさっきからこっちなんかいるんだよ。うん、よし、来た。お、結構大きいぞ。よし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 。なんだろう、おお、走る走る走る。おお、いいサイズの、なんだろうな、おお。来い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 。おお、もうそろそろ見えるんじゃないかな。まだか。おお、あ、来た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 。めっちゃいいサイズのマダイじゃない？ありがとうございます。あ、やったやったやった。あ、ちょっと待って、シートランプついてたって忘れてた。あ、やった、めっちゃいいサイズ。ありがとうございます。やったー、やったー。美味しそうなマダイ釣れた。おお、フィッシュグリップ。桜鯛を桜柄のフィッシュグリップで。やった。あれ、これどうなってるの？あ、これ。いいサイズの桜だ。うわ、めっちゃ大きいね。一人じゃ食べきれないサイズだ。みんなで食べれる。やったー。イカじゃないけどね。でもマダイは嬉しい。30センチはあるね。ありがとう。持って帰って。お土産できた。夜中の1時です。お腹も空いたし、ロストしてしまったので帰りましょう。マダイが釣れたからよかった。イカ欲しかった。イカ食べたかった。マダイ持って帰ろう。改めまして皆さん、こんにちは。ポテチン TV のポテチンでごじゃる。いつもご視聴いただきありがとうございます。いやー、今回はちょっと残念ながらイカは釣れなかったんですけど、まあ私ですからね、行かないわけがない。イカだけに再びリベンジに行ったら釣れちゃったんです、とある方法で。まあそれはまた近日中にお送りいたします。ってことで、久しぶりのお魚図鑑、ポテチン図鑑のお時間です。もう長らくやってなさすぎて、今回お送りする魚たち、去年の2月に釣れたコロダイスタートですあれ、次どの魚だっけって見て、コロダイ、これコロダイかなんかほら、赤旗が最後だったんですよ。なんかちょっと質落ちた。今回ね、今回の私のお魚図鑑、ちょっと危険度が増しているんですが、はい、これ寒い時期にやっと釣れたコロダイで、あと2匹描いたんですけど、こっち最後にした方がいいか。はい、これは夜釣りの、あれ、これライブ配信で釣れたんだよね、シブダイ。ただ白天じゃなかったので、できればね、今年はシブダイの白天が釣りたいと思ってます。なんかね、甑島でシブダイめっちゃ釣れるらしいので、今度また甑島に行きたいと思います。美味しいシブダイを釣ります。そして最後に6月、梅雨といえばこれ、日本ウナギなんか汚いよねちょっと汚くない？なんかね、今日ちょっと今回色のチョイスがね、やばかったんだよね。なんか、参考にしたやつがちょっと緑っぽいような、茶色っぽいような、黒っぽいようなと思って全部混ぜたら、なんかすっごい汚いうなぎになっちゃった。なんか残念なことに過去一汚いうなぎになってしまったんですけど、今日ちょっと私チョムスキ着てるんだけどね、これまさにこの色を出したかったの。この色を出したかったんだけど、うまい具合に出なくって、こんな汚い色になっちゃったんですけど、まあそれはさておき、去年もね、すごい大きなうなぎ釣れたので、あ、今年はちょっと違う別のポイントでめっちゃ大きいうなぎが釣れるらしいんですよ。だからまた兄ちゃんとライブ配信ででもうなぎ釣りに行きたいと思います。日本一を目指して鯉釣りばっかりやってたから、うなぎのことすっかり忘れてて、あ、梅雨時期、あれ、この時期ってうなぎじゃねと思って、うなぎに釣りに行ってくる。以上、ポテチン図鑑のお時間でした。あと、私皆さんにお伝えしてなかったことがあって、ポテチン TV のオフィシャルサイトの方でステッカーの方をご紹介してるんですね。そのデザインが決まったので、決まったよってだいぶ前に決まってたんだけど言ってなかった、すいません。なので気になる方は概要欄の方にオフィシャルサイトの URL 載せてますので、ご覧いただければ嬉しいです。あとちょっとこれは余談なんですけれども、最近すごい皆さんがね、とっても美味しいお菓子とかすごい送ってくださるので、なんか幸せだからポンポコ食べてたら、ちょっとね、体が重いなって思って、今ウエスト何センチぐらいあるんだろう。いやー、最近測ってなかったからちょっとねなかなか、いや、気づいてはいたんですよ。気づいてはいたんだけど、あ、まああれだけいっぱい美味しいもの食べてたら大きくならないわけはないですよね。大きくならないわけはない。なので今までおいしいものをたくさん送っていただいた方々には、ね、大変感謝をしております。ですがちょっとこれ以上私が大きくなって、ね、私はすごい幸せなんですけど、私の幸せの代わりに皆さんにお見苦しい姿をお見せするのは大変申し訳ないので。ちょっと一旦甘いものを皆さんストップしていただいてよろしいでしょうか。すいません。なんかねすごいこちら側いただいといてなんだよっていう感じではあるとは思うんですけどね、うん、見たくないでしょ、こうボンっていや絶対見たくないと思うから、だってね失礼じゃん、なんかなので すごい今まで嬉しかったです。ちょっとこれからは節制した食生活を送らせていただきたいと思います。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。頑張るね。